皆さんこんにちは。作家の土井豊です。作家土井豊チャンネル、今回は毎月第3土曜日に配信しています司馬遼太郎飛ぶが如くを読んで現代日本を語るのシリーズ、今回第4回目をお届けします。題して陸軍橋山形有朋の汚職を追求した江藤新平司法橋という内容でお送りします。これは今世間を揺るがせている安倍政権の提出した検察庁法改正案、この問題に通じる内容です。問題となっている検察庁検事総長の定年延長などの問題、これは日本の三権分立を揺るがせるというふうに批判されていますが、そもそも明治維新後司法権というものを独立させようと時代に先んじて提唱したのが後に明治政府の司法橋になる江藤新平でした。江藤新平は後に明治6年の政変、いわゆる政官論問題で西郷隆盛たちと同じく太政官参議を離れ政府を辞するということになりますが、その後江藤新平は出身地である佐賀県の士族たちが、旧士族たちが起こした佐賀の乱の責任を着せられて、最終的には大久保利通の手によってほぼ超法規的な裁判でなんと斬首、教首されてしまいます。教首というのはこれは晒し首といういわゆる、まあ簡単に言うと首を切った後それを晒すというね、そういう刑罰に処せられてしまうわけです。これは司馬遼太郎が飛ぶが如くの中で痛烈に描いていますが、なんと江戸時代の刑法なんですよね。刑法というか刑罰ですね。江藤新平と大久保利通のライバル関係、敵対関係についてはこのシリーズでも最初の頃に触れていますが、当時明治政府をほぼ掌握していた大久保利通は元の仲間であるはずの旧元参議江藤新平をなぜ江戸時代の刑罰でもって教首、晒し首というふうな、まあ何と言いますか、むちゃくちゃな、ことをしたのでしょうか。さて、その話に行く前にですね、というか、まあ、佐賀の乱の話までちょっと今回行けるかどうかわからないんですが、江藤新平というこの人物、幕末のいわゆる維新の志士たちの中には入っておりませんし、明治政府を担ったいわゆる維新の三傑、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允といったそうそうたる面々と比べて知名度において随分劣る印象があります。しかし司馬遼太郎は飛ぶが如くの中でこの江藤新平について非常に高く評価し、
まあ、前半といいますか最初の1巻から4巻までの中で江藤新平の率いた司法省とその、まあ、本来その部下であった川路俊長のことをまず第1巻で最初に扱っているぐらいです。まあ、そのあたりの経過はですね、この私の書きました飛ぶが如く読解のこの本の中に詳しく、まあ、紹介しておりますので、ぜひ参考に手に取ってみてください。で、その飛ぶが如くの一巻ですね、この飛ぶが如くの一巻の最初の方で川路俊長、後の警視庁を創設する、川路俊長とその上司である江藤新平のやり取りも以前紹介しました。江藤新平という人物は、佐賀藩出身の非常に頭の切れる人物で、明治政府に佐賀藩から出資した後、その頭脳を見込まれて、主に、岩倉智美のですね、推挙、岩倉智美の支持を得て、国政といいますか、国家づくりに邁進していくわけです。特に江藤新平の業績としては、最初、民法を翻訳して、とにかく作ってしまうというね、そういう、まあ、かなり荒っぽいといえば荒っぽいんですが、非常に大胆な国家づくりを進めますね。で、そのあたりのことが飛ぶが如くの一巻の中にも紹介されていまして、フランス語のできる三つ栗林省、これは有名な三つ栗玄波の子供ですけれども、三つ栗林省を翻訳係にして、入手したナポレオン法典、当時のですね、フランス共和国、まあ、そのナポレオン時代の民法であるナポレオン法典から日本の民法をとにかく翻訳で作り上げてしまうという、まあ、そういう一大事業に着手しました。しかしそれを完成させる前にですね、先ほど言いました明治6年の政変によって政府を離れ、そしてその後佐賀の乱に関係して、結果的には死刑にされてしまうわけです。まあ、何しろ明治維新後、まるで突然登場した人物でもあり、そして大久保の手によって死刑にされるまでがほんの数年しかないので、まあ、活動した時期が短いということもあって知名度に欠けるということが言えると思います。しかしその業績はものすごくて、先ほど言いました民法の、着手であるとか司法権の確立といったそういう国の土台作りに大きく貢献しました。特に太政官政府の司法卿に就任した後、日本の、まあ、前近代的な、まあ、江戸時代のですね、そういう刑罰のあり方を近代国家並みに一気に改革をしました。そこで登場するのが今話題の検事というものです。私がこの司馬太郎飛ぶが如く読解の本を書くにあたって、
参考文献として、使わせていただいたのが、まあ、この江藤新平に関する部分に関しては非常に、詳しくですね書いてあります、中高新書の毛利俊彦さんの江藤新平というこの本から多く学ばせていただいております。で、この毛利俊彦さんの江藤新平の中に、司法省を作る際のエピソードも詳しく書かれていまして、で、この司法省、まあ、要するに司法権というものが旧来、江戸時代、幕末までの日本にははっきり明確に司法権というものがなかったわけですね。人権という観念もそもそもなかったわけですが、その司法権を司法省の、トップとして自ら作り上げていく江藤新平ですけれども、ここにですね、非常に先、まあ、当時としては非常に先進的な、司法の考え方、それを、まあ、確立したのが江藤新平なんですけども、何しろですね、検事というその職、その検事というその言葉そのものも、まあ、なかったわけですね。で、それを作って、役割を定めたのが江藤新平ということになります。これはまあ具体的にはこの毛利俊彦さんの本によりますと、司法省の方針を示すというその文章を江藤新平が書いた中に検事というものも登場します。で、この検事は、人民の権利の保護に努めるというそういう役割を与えられております。で、何しろ、民衆のために犯罪を摘発する仕事が検事なんだと、そういう理想を掲げているんですよね。で、一方司法権の、最大の、力である裁判権の裁判そのものを監視するのもこの検事の役割なんだと。これはまあつまり法の番人といいますか、法のまあ監視官といいますか、そういった職責なんですよね。で、この江藤新平の掲げたこの検事、まあ、これがですね、その後、まあ、結果的には江藤新平が早く、政府を離れて亡くなってしまったために、日本のその明治政府の、まあ、仕組みとして、司法権の確立とその検事の職責のようなものは後にもっとその国家寄りのですね、その国家を守る側の司法と検事というふうにこう変わっていってしまいますけれども、江藤新平自らがですね、国家を守るのではなく人民を守るための検事職、そういったものを確立、実際に、行ったエピソードがあります。それがこの飛ぶが如くの前回ご紹介した話で、飛ぶが如く2巻の話で前回は、山形有朋の、当時陸軍卿という地位で、陸軍を着々と作り上げていた、まあ、軍政のトップですね、軍政官のトップである山形有朋のなんと汚職事件をですね、摘発しようとしたのが江藤新平、当時の司法卿でした。で、この話なかなかちょっとあのややこしいんで、まあ、詳細はあの詳しくは本を読んでほしいんですけれども、
その山城屋事件というですね、そういう事件が起こります。で、この山城屋事件は、まあ簡単に言うとですね、明治政府が陸軍省を設置して、そして陸軍のいろんな、まあその物品調達をですね、山城屋という商人に任せるわけですが、これはまあ誰がやったかと言いますと、当時その陸軍卿であった山形有朋、これ長州出身の、まあ、いわば長州の、旧幕末の長州藩を革命に導いたその騎兵隊、高杉晋作の騎兵隊の、まあ、事務をですね、一手に引き受けていたのが山形有朋なんですけれども、この陸軍卿に就任した山形有朋が、物品調達のその仕事を山城屋という人に任せる。で、この山城屋という人が、またこれが旧長州の騎兵隊時代の山形有朋の同僚であり、そして、明治維新後は商人になったと。で、まあ結局この山城屋という人に、山形有朋はですね、元の、知り合いである山城屋に、陸軍の、物品調達を任せた結果、大汚職に発展してしまうんですよね。で、この大汚職事件、まあ要するに贈収賄を含む、大汚職事件が、まあ、横領もあるんですけどね、そういう、大、まあ今で言うとこの金券スキャンダルがですね、明治政府を揺るがせるわけです。で、そこで、まあこの汚職官僚、いやいや汚職商人である山形有朋推薦の山城屋を成敗しようと、薩摩系の、将校たちが動こうとしたのを西郷隆盛がですね、当時、まあ、西郷隆盛は、陸軍大将、そして、参議であったわけですけれども、薩摩系のその、まあ、義憤に駆られたその将校たちを止めてですね、そしてまあいわば調停したわけですよね、事態を調停した。で、まあそこでその結果、山形有朋はまあ汚職事件で、まあ職を辞するんですけれども、なんていうんですかね、こう殺されるところを助かったというね、そういう経緯があります。で、そういう山城屋事件で西郷隆盛に救われたという恩義があって、それで山形有朋は後の西南戦争に至るまで西郷隆盛に対する態度をなかなか複雑なものにしてしまうわけですが、まあそれはそれとして、山城屋事件をまあ成敗しようとした薩摩系軍人たちと、そして、実際に汚職をやっていた面々、その両方を、まあ、司法卿であるこの江藤新平は、そういう無茶苦茶なことはもうダメだということで、司法の定めによってそれを摘発しようとするんですよね。で、摘発しようとして、江藤新平は、まあ要するにその陸軍の大汚職事件を摘発しようとして、国家権力のその、まあ言ってみれば、国家による、犯罪を暴こうとして、捜査をするんですが、結局のところそのこの山城屋事件は、第一大疑獄事件ですけれども、摘発、そして裁判という流れにならずに、山城屋という張本人がですね、全ての証拠を隠滅して、自害してしまうという、まあそういう、まあ言ってみれば非常に日本的な、
結末をね迎えてしまうわけです。まあしかし江藤新平に関してはそういう国家的犯罪に、切り込んでそれを摘発しようとしたその、司法権の本来の在り方、まあここではまあ検事のことも含みますが、その国家犯罪、政治による犯罪、政治家のねその犯罪を暴こうとしたそのお手本のようなものですよね。ところが話はなかなかに厄介で、明治初年度の日本のその太政官政府はですね、常にその権力争いで揺らいでおりまして、その山城屋事件のその1年後にはもう、明治6年の政変が起こり、新平も司法卿を辞めて、まあ政府から離れてしまいます。でその後江藤新平は佐賀県の不平不満のある旧士族たちが起こした佐賀の乱の、まあ一応主犯ということになっているんですけれども、実際にはまあ主犯というよりも巻き込まれたんですがね、巻き込まれた、江藤新平は佐賀の乱の鎮圧後、まあ、各地を転々と、まあ、最初西郷隆盛の、決起を促すために鹿児島へ潜入したりするんですが、西郷に断られ、次には土佐に行きというふうに各地を転々とするんですけれども、なんと、元の司法卿時代に自分が整備した、警察網、全国をですね、見張る警察網によって、土佐当時の、まあ、高知県と徳島県の間の県境で、見事に、監視網に引っかかって捕まってしまう、まあ、これは非常に皮肉な展開ですね。で江藤新平は逮捕された後、まあ、裁判にかけられるわけですけれども、江藤新平自身は東京で自分の整備した近代的な裁判を受けられるつもりだったんですね。ところが当時明治政府を率いていた大久保利通は佐賀の乱鎮圧のために太政官、そして、まあ、その政府そのものですけれども、その政府の権限を一時的にですね、この佐賀の乱鎮圧のために、軍事とそれから行政権、司法権、そういったものを超法規的に現地で使わせてくれというふうに、まあそういうふうにしちゃったんですよね。でまあこれはなかなかに近代国家では難しいことで、超法規的なんですけれども、まあ一時的にではあっても大久保利通は佐賀の乱鎮圧の時には、まあ、一種の独裁権を持って現地に乗り込む。で彼はですね、佐賀の乱を鎮圧した後現地において、捕らえられた江藤新平をもう直接、まあ、現地の裁判で裁いて、死刑にし、そして死刑どころかですね、江戸時代の刑罰である教主晒し首というふうなことまでやってのけるんですよね。だからここでは江藤新平が近代司法を代表する立場で、大久保利通のやったことはまるでその前時代の、まあ封建時代のですね、大名のようなやり方で直接江藤新平を裁いて晒し首にしたと、まあ、この非常にこう一種皮肉な結末が、これが後々ですね、今の日本の、まあ、政府を揺るがしているこの検察庁法改定の話にまで面々とつながってくるように私には思います。
まあ要はですね、その政治家、政府がですね、どこまで権力を一手に握るかというその問題ですよね。で、それを防ぐために三権分立という仕組みを、まあ、明治時代から日本は取り入れたはずなんですが、常に日本の政治というものは権力を一手に掌握したがるというそういう傾向があり、まあ、大久保利通がやったのもそれなんですけれども、今その政権がやろうとしているその司法権の、まあ、掌握といいますか、司法を自分の思い通りに動かしたいというそういう発想は、まあ、まさにその大久保利通がやった、まあ、裁判によって死刑にし、晒し首にするというふうな、まあ、そういう前近代的なあり方を思考しているようにまで、想像できるんですよね。まあこんなことで、江藤新平のお話を今日は、ちょっとたくさんしましたけれども、司馬太郎がその飛ぶが如くの中で描いた江藤新平の姿というのは、まあちょうどこの毛利俊彦さんの書いた江藤新平のイメージと非常に合致するところもあり、とにかく先進的な、人権国家を、まあ、司法権の確立によって、作ろうと、でその実際に作りかけていたわけですよね。ナポレオン法典を翻訳させ、それで一気に新しい日本の民法を作ってしまおうと、そうやってやったわけですし、実際に司法省を作って自ら司法教という立場でその司法権の確立を、まあ、実践したわけですよね。で、山城屋事件で、政治権力のその国家的犯罪を摘発するという、まあ、そういう、まあ、本来司法が持つべき役割も実践したわけですね。まあ、こういう江藤新平という人の存在をぜひ、司馬太郎の、本を読んで、まあ、知っておいてほしいなと思うわけです。さて、この司馬太郎飛ぶが如くを読んで現代日本を語るのシリーズ、今回は江藤新平司法教に焦点を当てましたが、まあ、次回また引き続き飛ぶが如くの、西郷をめぐる群像たちのお話に戻ろうかと思います。それではまた来月お楽しみに。さようなら。